バウンティーラッシュバージェス。バージェスの強みはスキル2のカウンター。カウンター発動時成功失敗問わず自身にヨロケム効を付与できます。ヨロケム効がついた後のバージェスはなかなかに強力。他のキャラより回数の多い通常攻撃やダメージ減少無視のスキル1を当てて優位に戦っていけます。回避遅延があるのもなかなかに優秀です。理想としてはカウンターを発動させてヨロケム効や攻撃防御力を増加。その後通常攻撃で敵をダウンさせないで攻撃していったり、スキル1でとどめといったところ。弱点としては耐久性ですかね。回復がカウンタースキルしかありませんし、ダメージもかなり通しやすいです。またヨロケム効の敵には彼の良さが十分に発揮できない点、ヨロケム効を解除する敵が増えている点など、現環境活躍するのはなかなかに難しい。とはいえ火力は出るので使ってて楽しいキャラになっています。参ります。アーノルドシュワーダメだ。バウンティーラッシュ紫龍。紫龍の強みはお宝ダッシュ中の敵に強い点。お宝ダッシュ中の敵に攻撃したとき、敵の回避クールタイムをなくすと同時に攻撃力が 70% も増加します。理想としては、旗ダッシュしているキャラに対して気絶付与&瞬間移動可能のスキル2で不意打ち、その後ゲッターに対して特にダメージが出るスキル1で確実に KO していくというもの。復活特性ケアはできないものの、体力1残る特性を貫通できるので大体 KO できます。現環境ゲッターが多く、以前より活躍の幅は広がったのですが、対策されやすいという弱点を持っています。特殊な場面でないと実力を十分に発揮できず、旗の外だとほぼ裸、いかに隠密に攻撃できるかが大切になってくるキャラなのかなと思います。監獄出身ということでね、基本的にはゲッターという名の泥棒を捕まえる働きがない。青いな。バウンティーラッシュ黒ひげ。黒ひげの強みは能力者キラーであるところ。もともとこのキャラは特性上攻撃的ディフェンダーと言えるんですが、能力者相手だとさらにその本領を発揮します。特にスキル1のクローズは現環境ゲッターにかなり有効的で、回転率も高く非常に優秀なスキルです。理想としてはスキル以外には回避を使わず、攻撃力が上がった状態で有利に戦うといった感じですかね。もう一つのスキルも範囲の広い無敵スキルで非常に使い勝手がいいです。スキル短縮もちゃんとついていて、現環境上位ディフェンダーの地位を確立していると思います。弱点としてはディフェンダー性能が乏しいことでしょうか。他のディフェンダーに比べてダメージカット特性が少なく、吹っ飛ばされたり状態上食らったりと PS は割と必要なのかなと思います。回復特性や復活特性はあるにしても、基本は耐久するディフェンダーというより、敵を倒して旗を守るという認識の方が大事なのかなと。火力はあるがダメージは通りやすい、原作通りのキャラになってていいですよね。え、親父って超フェスになったことないの？俺の方がこのゲームのニューゲート開いてある。バウンティーラッシュクザン。クザンの強みは凍結状態。敵から攻撃された時や遠距離スキルのスキル2、そしてチャージスキルのスキル1で敵を凍結状態にできます。その中でもチャージスキルが優秀で、一度捕まえれば特性と相まって戦いを優位に進められます。立ち回りとしては基本引き気味で戦っていき、隙あらば遠いところからフェザンドベックを当てる、その後固まっている敵にアイスエイジをお見舞いするという凍結コンボが有効です。このコンボが決まれば大抵の敵は倒せるんですが、耐久力がなかったり、スキル2が当てにくかったり、状態上耐性を持つ敵には倒す手段がほとんどなかったりなど、かなり厳しいのが本音です。元海軍頑張れ。現海軍もね。もう海軍じゃない。今は。